太陽礼拝 A ができるようになったら、次は B にもチャレンジしていきます。少しポーズの数が多くなり、運動量も増えていきますが、ご自分のペースで行っていきましょう。まずは息を吐いて心を落ち着かせます。胸の前で合掌し、山のポーズから息を吸って、両手を頭の上と持ち上げて、両膝を曲げ椅子のポーズ。息を吐いて股関節から上体を前に倒し、深い前屈のポーズ。息を吸って胸を開き、半分の前屈のポーズ。息を吐き、足を引いて板のポーズから8点で支えるポーズ。息を吸って体を持ち上げて、上を向いた犬のポーズ。息を吐きながらお尻を上へと持ち上げて、下を向いた犬のポーズ。右足を手の間に踏み込み、戦士1のポーズになります。ここまで吸う息で一呼吸、吐く息で両手をマットに戻し、板のポーズから8点で支えるポーズ。吸う息で上を向いた犬のポーズ。吐く息で下を向いた犬のポーズ。反対側も同様に行います。左足を一歩前へ踏み込み、吸う息で戦士1のポーズ。慌てずに行いましょう。吐く息で両手をマットに戻し、板のポーズから上を向いた犬のポーズまで一呼吸。吐く息で下を向いた犬のポーズ。ここで5呼吸キープです。ここまでで一呼吸一動作で行います。辛いポーズがあれば、それぞれ軽減法を選んで行いましょう。5呼吸キープし終えたら、息を吸って手の間に足を揃え、半分の前屈のポーズ。息を吐いて深い前屈のポーズ。息を吸って椅子のポーズ。吐く息で両手を胸の前に下ろし、山のポーズに戻ります。